カリッと炒まりましたね。あ、香りすごいすごいぞ。リュウジですということでですね、今日はですね、初っ端から気合を注入しておりますけども、今回はですね、お酒にね、合うようなおつまみ、砂肝の大葉バターっていうのをですね、作っていきたいと思います。まだ2本目なのでね、まだまだ全然余裕がありますので、失態は犯さないと思うんですけども、最近ね、ものすごく酔っ払いすぎじゃないみたいな。今日は、ほどほどにほろ酔い状態でとても美味しいですね、その大葉の砂肝バター、砂作っていきます。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。今日はね、かなりシンプルです。砂の肝です。はい、砂の肝が 250g ですね。で、バのターですね、バのターが 15g、 王のバですね、王のバが6枚なんですけども、大葉好きな方はこれ1パック 10枚ぐらいがある、10枚ぐらいの売ってるので1パック使っちゃっても大丈夫です。はい、はい、じゃあちょっと忘れてましたんで、ごめんなさい、ニンニクも必要です。ニンニク一かけ使います。まずですね、ニンニクから切っていきます。鉄を落として、ここのですね、芯をね、取りますと、こんな感じでね、入れて、刃を入れて、みじん切りにしていきますよ。おつまみランキング、株式会社バズレシピ当社費でですね、トップ10に入るぐらいうまいです。ここはね、ちょっと切っておきます。はい、こうやってね、ねじるんですよ。ねじって、こうですね、ねじって切るとね、こういう風にバッサリと切れますね。大葉の量は調整してください。大葉の香りがそんなに強くない方が好きっていう方もいるんでね。砂肝をですね、2つに、2つぶら下がってますので、こいつをね、切ります。はい、小さめのがうまいんですよ。なので、これぐらいの大きさのお砂肝だったら、もう縦にね、こんな感じで切ってあげてください。で、このね、銀皮、これね、銀皮、これね、律儀に剥く人結構いるんですが、剥かないでいいです。なぜかというと、コリコリしてうまいんですよね。柔らかいのが好きな方は削っていただいてもいいんですけども、こんな感じでね、銀皮をぶった切るように、切ってあげてください。そうするとゴリゴリとした、銀皮の食感がそんなに気にならなくなりますんでね。とそれぞれによります。めんどくさいことはしない、お酒飲んでるんでね、そんなめんどくさいことはしたくないですし、できません。と適当にぶった切っていきます。はい、酒飲みにね、そんなにね、難しいこと要求されても無理なんでね、酔っ払いにも優しいおつまみ作りですね。酔っ払いに学ぶ、酔っ払いに優しい、酔っ払いのおつまみ講座です。もうまな板まんまで味付けしていくんですね、これね。コンソメ、小さじ1、お塩1つまみです。黒胡椒ですね、はい、黒胡椒、まあ少々で大丈夫です。これはこんな感じで、揉み込んであげてください。コンソメと鶏肉の相性は非常に良いです。コンソメは、顆粒のものがおすすめです。肉に馴染みやすいんでね、固形のものだったら、最初に粉々に砕いてから馴染ませてあげてください。肉全体に揉み込んで下味をつけておきます。これ全体まとった感じになると思います。はい、フライパン火つけます。バターをですね、バターっと入れますね。はい、ニンニクをね、入れます。香りを出していきますね。かぐわしい香りを、堪能しながら一番になっていきます。炒める時はね、弱火にしてください。僕ね、中火ぐらいでやっちゃいましたけど、すぐね、焦げちゃうので、これぐらいの色になったら何でも入れちゃっていいです。はい、砂肝を投入したらですね、中火ぐらいにしていただいて構いません。キャリッと焼いていきます。バターとね、ニンニクの香りにですね、コンソメをまとわせた砂肝の香りが加わってくるんです。この加わった香りを、この香りをおつまみに一番になります。あー、俺がナンバーワンだ。いい感じに炒まってきました。はい、中までね、火が通るように丁寧に炒めていきます。焦げすぎないようにしてくださいね。ニンニクがね、焦げやすいんでね、絶えず混ぜていき、いってください。はい、そしたらですね、これぐらいいい感じに炒まりましたね。こんな感じです。カリッと炒まりましたね。大葉です。ちょっとたっぷり入れちゃいましょう。はい、これ香りすごい。もうね、火止めちゃっていいです。これ入れるときは火止めちゃっていいです。あ、香りすごいすごいぞ。香りを逃がさない、逃がさずに。あー、これ香りを逃がさないっていうのがポイントです。はい、大葉に入れたらね、さっと炒め合わせるぐらいでいいですからね。はい、砂肝の大葉バターの完成です。はい、それではですね、できましたので、もうね、香りがやばい。食べていきたいと思います。いただきます。あー、
ですよ。たまらん。やも、ほんとうまい。大葉の香りとバターの香りとニンニクの香りのこの相乗効果やば。よくやったと自分で褒めてあげたいぐらいですね。皆さん分かりますか？コリコリする食感たまりませんわ。うんうんうん、あ、もうね、断言しますけど世界一幸せな料理研究家です。いくらでもいける。何でもこの味付けうまいと思う。これ素晴らしいわ。もう今日まだ2本目なんですけど、この撮影でやめたいぐらい美味しいです。はい、もう何もなくなりましたね。全部食べちゃうとちょっとね、スタッフがね悲しむので。つなぎもの調理って結構皆さん あんまり分かんないとか、なんか塩コショウで炒めるだけでニンニク炒めだけとかっていう方多いと思うんですけども、これはマジでうまいです。ぜひ皆さん僕と一緒に一番になりましょう。ではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。